電気式ホットサンドメーカーホットサンドメーカーは、ホットサンドを調理する調理器具、または電気製品のこと。調理前のホットサンドを挟んで閉じ焼き上げるものである。直火で焼き上げるものはフライパンを2枚向かい合わせに、重ねた構造をしている。パニーニプレスとも呼ばれる。電気式は、ニクロム線ヒーターを内蔵した2枚の加熱プレートを、蝶津貝でつないだ構造をしており、 食パン2枚が並べられる、サイズのものが多い。一度に2つのホットサンドを調理できるが、1つのホットサンドを調理する際のために、切り替えスイッチを持つ製品もある。閉じる際に調理前のホットサンドの弾力を抑えるため、ロック機構が設けられている。加熱プレートには調理前のホットサンドを入れるくぼみが、設けられているが、くぼみの周囲には、縁があり、焼き上がった。 ホットサンドの周囲を封する。同様肉ぼみにも対角線に盛り上がりが設けられており、焼き上がったホットサンドを対角に切る際に具が漏れ出ることを防ぐよう工夫されている。加熱プレートを着脱式にしてワッフルやたい焼、き、焼きおにぎりなどの調理用プレートに交換することで、これらも作ることができるようになっている製品もある。 商用電源を使わないキャンプ用品として挟んだ調理前のホットサンドを焚き火などの熱源で焼き上げる器具があり、スノーピークから発売されている商品名トラメジーノが著名。トラメジーノの利用者にはアウトドアに限らず家庭用コンロでも日常的に調理し、ホットサンドに限らない多彩なレシピをインターネットで公開しているファンも多い。ありがとうございます。